人でマジガチ、ニンチューバーのてっぺん。分かったよ。二人でマジガチ、ニンチューバーのてっぺん。うん。いや、頑張って。はい。動画にしてね。頑張って。頑張って。狙うっす。狙える?はい。どうも。北野月です。さあ、忍者ボックス。今日も、昨日の続きやっていきましょう。と言ってもね、なんかね、捕まってね、なんかこんなところにいるんだけど、どうしたらいいの?なんかハンマーを取ろう。ハンマーを取ろう。あれか。こういうこと。こうやって動くのか。ハンマーだな。うんうんうん。ハンマーで取れるの?もう、どこ?ここどこ?とにかく出口を探さなきゃ。いやいやいや、まあハンマーゲット、普通のハンマー、物を叩くのに使うもの。よくそれで縄切れたな。出口を探そう。出口、見るからに怪しい。ここハンマーで Y を押してハンマーで叩いてみよう。はい、せーの。はい、ハンマー振る。なんか豆腐みたい。このハンマーの力なのかな。よし、これなら。よし、これハンマーで豆腐みたい。何?おい、おい、長老、逃げようとしてるのだ。え、逃がしたら長老がうるさいだ。ここは痛い目にあってもらうのだって。どういう痛い目だよ。え、何する気、何する気。よっしゃ、行くぞ。なのだ、忍法トンカチスイー。飛びそう。逃げれるじゃん。よし、戻して逃げよう。今のうちに。あ、うわうわうわ、これは。ていうか、こんな今週の週刊ワンはスーザンちゃんのグラビアが最高じゃの。スーザンちゃん、ソーロスーザンちゃんだった。あ、壊しちゃった。おう、合体。なんなんだ。電力 OK だ。くれる。無事じゃったか、スーザンちゃんって。な、何勝手に起動しとるんじゃ。うぅ、痛い。顔認証かよ。バカ目になるかな、今で。なんと、どうしたっすよ。なんか作ってるよ。でも体験版と全然違うよ。これって何なの、一体何なの。里以外のものに教えるわけには。これは忍者ボックス。伝説によれば何でも作れる不思議な箱らしいのだ。何でも作れる。なんで言っちゃうんじゃ。これ本当に何でも作れるの。伝説によればって、そういう昔からさ、コンセント使う。まあ、いや、うん、これさえあれば建てまくりの里の。けど今段ボールしか作れない。雨降ったらダメ。別にオイラは作りたいものとかないから、どうでもいいんだけどな。どうでもいいのか。わんだこの野郎、トンカチ、お前里の復興だな。秘密基地とかも作れるかな。うん、秘密基地、秘密基地。うん、かっこよくて誰にも邪魔されない自分だけの秘密基地。そん
なものはダメ。それ、マジガチ面白そうだって。面白そう、面白そう。うん。え？忍者ボックスで秘密基地作ってみた。あ、今日の動画のタイトル決定しました。はい、まあいいや。うん、これはマジガチ動画の再生回数が伸びそうだっち。どんな感じの秘密基地がいいのだ、はい、書いてみるのだ。けど作ってみたじゃないよな、作ろうとし、まあ作ろうとしてる。トンカチ、そんなくだらんことに忍者ボックスは使わせん。クラスで流行ってるのはダンボールでできたやつらしいんだけど。流行ってるんだ。え、ダンボールでできた普通の壁。あ、ダンボールでできた壁、普通のダンボールと違って雨でも平気。雨でも平気。設計図認識だ。え、設計図、設計図、これを認識するのか。うん、ダンボールブロック2つで作ってくれるってことか。作るための材料、うん、設計図ってそういうことっすか。そういうこと。いや、目の前に4つあるよ。ブロック、ブロックが必要って書いてあるけど、どうしたらいい。ブロックって、うん、これだよね。さっき出てきたこれか。その通りじゃ。ブロックとは忍者ボックスが作り出す便利な材料なのじゃ。昔の忍者たちはブロックを使っていろいろなものを生み出していた。というわけで、そんな貴重な材料をくだらんことに使わせるわけには。試してみるのだ。試してみよう。あ、いっぱいあるわ。はい、そりゃ。うん、なんかいろいろとゲットしてるっす。これはよっと、よっ、よっ、バックアップ。あ、はい、ちょっと集めるよ。まずは、まずちょっと集めるっす。またな。またな。よっと、ほっ、よっと、おいでぃ。何やってんの。それを忍者ボックスに渡すのだ。はい、忍者ボックスの前で Y ボタンを押してください。うん、これね。はい、A ボタンを押して作ってみよう。これでいい。書いてあるやつなのだ。これでいいのか。またな。パーツ、うん、これで組み立てろってこと。よし、その様子をオイラが実況してやるのだ。それで再生回数伸びるんだったら俺もやるよ。いや、割と本音が出た。もういい。で、どこへ作ればいいんだ。撮影準備 OK なのだ、はい、お前、それでさっさとマジガチ秘密基地作れっち、はい、俺の秘密基地。ほう、これで選んだら
こいで置く。ほい。おいら、まちがち人気の忍チューバー。はい。どんかじだっち。今日はなんとあの伝説の忍者ボックスを使って秘密基地を作るのだっち。まあね、作ってるのは俺なんだけど。や。完成。で、これでこうやってそれでこれドア付きを一個作る。完成したっすよ。はい、ドア結構本格的じゃん。またな。ついでよし、これをてやできた。できた。よしよくやったのだ。これで動画をニンチューブにマジガチアップするだっち。これでオイラは有名ニンチューバーの仲間入りなのだ。頑張ろう。再生数52回。うん、マジガチきた。おいお前見ろこれ、再生回数50回超えてるのだ。うん、嬉しいね、ありがとう。え、それすごいの。マジガチすごいっちよ。オイラの最高再生回数4を大きく塗り替えたのだ。 4? めっちゃ少なくない？秘密基地マジガチすげーっち。なんでこんなに再生回数が上がったんだ。どうしたらいいんだろう。あ、でも秘密基地作りってさ、何それ。マイクリってからかも、ね、マイクリって何。俺の周りでも結構マイクリってなんだよ。マイクリの実況動画とか見てたりするもん。言っちゃって。そうなのか。お前なかなか動画に詳しいけどね。それにあのやりたいんだけど酔うんだよ本当に。何か賛成をマジガチ感じるっち、うん、なんであんなに酔うようになっちゃったんだろう。ちょっと近いって、離れて。うん、なんだこれは。これは誰が作ったんじゃ。あ、ごめんなさい、忍者ボックスで俺が。ワンでもツーでもとんでもねえ。なんじゃと、忍者ボックスを使いこなしたのか。君の名は。君の名前は。です。良いなじゃ。なんか反応が変わってるぞ。この調子で忍者ボックスを使ってここにいろいろなものを作ってくれっか。はい。いいの。え。秘密基地どんどん作っていいんですか。ん、いやもうさっきも同じ話聞いた。忍者ボックスを使ってこの里を強くかっこよくしていたのじゃ。強くかっこよくしていた。君にはどうやらその才能があるようじゃ。そうか、里の復興はそうか君の手にかかっているのよ。頑張るっすよ。そしてオイラはそれを動画でアップして再生数を稼ぐ。え？二人でマジガチ忍チューバーのてっぺん。分かったよ。二人でマジガチ忍チューバーのてっぺん。うん。いや頑張って。はい。動画にしてね。頑張って。頑張って。狙うっす。狙える？まあいいか。秘密基地が作れるな。まあ、そうだ。ねえ、ちょっと部屋に戻りたいんだけど。ん？なんじゃ。もっといろいろ作っても良いのじゃぞ。ちょっとうちから持ってきたものがあるんだ。まあ、そういうことならこっちじゃ。あ、これか。
自販機？そこの扉開け前のボタンを押すのじゃ。こう？これでこれでまあここしか行けないんだよな。はい、行こう。自販機の中って空っぽっていうか、まあいいよいいよいいよ。ああやって移動するんだ、すげえな。けれど相変わらずロード時間がない。だすごい、何これ、繋がってるの？忍者の図鑑、すげえな。の出入り口じゃ。へえ、あとそうだ、ちょっと待ってて。いろいろ持ってきたな。せっかく秘密基地があるなら大事なコレクションの隠し場所にしたくってさ。大事か。なんだそれ、面白そう。ちょっと見せるのだ。え、いいけど、まずは秘密基地に行かない？うん、行こう。 OK なのだ。早速ボタンを押すのだ。立てまくりの里ってボタンかな。こうやってまあ、あの場所と町を行ったり来たりできるんだな。そういえば立てまくりの里ってこの場所の、そうらしいっす。そうじゃが、なんか昔風って感じだよね。忍者だからはっ、そうなのだ。ここはもう秘密基地。立てまくりの里だ。ダセー名前かい。ダセー名前は変えるのだ。なんじゃと？おいトンカチ、昔から続く伝統の名前をなんじゃと思っておる。なあ、どんな名前がいいっちか。ハイセンスなアイデア。思いつかないよ。え、そうだな。思いつかない。体験版の時何してたっけ。もういいや。今はパパのチャンネルに載っけてるけど、まあとりあえずこれだけは、まあこれだけはいいや。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よし、それなのだ。あ、だだだめじゃだめじゃ、里の名前を変えるなんぞ。わしの黒だよ。黒いうちはよく見るのだ、長老。最高！最高か。ここで名前を変えなかったら、まあそういうことか。やむをえんか。なのだ。なのだ。こうして俺だけのってわけじゃないけど。変な忍者たちとのドタバタ楽しい秘密基地作りが始まったんだ。こうして秘密基地作りが始まったと。なるほど。あれ、どうなるの。まあこういうの作れるようになったらまあ面白いよね。今日ちょっと
こういう要素があるのか。要するにこういう歌まで入ったんだし。すげえ。すげえ。あ、というわけで第1話。間違って開始、秘密基地。え、今のは何だったんだ、今までの。あれが序章、まあ、というわけで第1話、始まっちゃいました。うん。勉強してる、偉いな。てか、お母さん、お父さんか。何につまずいたんだ。あー、もう集中できない。秘密基地行こうかな。これは落ち着かないな。これは落ち着かないよ。はーい。お友達よ。うん。オース、さあ、なんで普通に来てんの。そりゃ、次の忍チューブ動画を撮影するために決まってるのだ。お前か。というわけで、早速お前にはオイラのために秘密基地作りをしてもらうんだち。ねえ、さあ、これを見るのだ。はい、オイラのためにかよ。いやだな。忍者ボックス動画第2弾。この秘密基地、住めるじゃね。あー、ハンモック。うーん、住める。読み切れない漫画。へー、いいね、それ。みんなが憧れるような秘密基地を作って、再生数をがっぷりゲットするのだ。いいね、それ。だったら机も欲しいな。秘密基地を作って再生数をがっぽりゲット。勉強でもする気か。できるかな。秘密基地で間違っちで。まあここじゃ落ち着かないしな。机もか。勉強の他にも、まあ、確かに漫画読んだりプラも作ったりいろいろできるじゃない。いやいや、やっぱあった方がいいよ。プラも、うん、俺も欲しい。うん。よし、机も作っちゃうのだ。あ、俺がやるんだ。ザリアスからね。知らねえけど、お前がいないと忍者ボックスうんともすんとも言わねえし。そうなの？了解。こういうの作る。そうなのだ。つうわけで、秘密基地にゴーだっち。うんともすんとも言わねえし。で、忍者ボックスそうだか。うん。はい、ゴー、行くっすよ。うん、けれどね、まあ今回はこんなところで一旦終わりにしていこうかな。うん、というわけで、まあ今回はこんなところで一旦終わりにしていきます。これからもね、頑張ってやってきますんで、よろしければ。ところで、1でも2でもとんでもないってどういうことだよ。よく来てくれ。あ、そうか。よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。次に作るものなら、ワンちゃんと決まっ、うん、これなんだけど。設計図、はるわ。この材料があれば作れるんだな。早速集めるのだ。集めるって言ってもどこから。お前ハンマー持ってたろ。あれで本当に